こんばんは、マルサルです。いやー、暑くなってきました。そしてもう毎日疲れますよね。もうね、マスクとかメガネもちょっとね、暑いですよね。ちょっと失礼しますね。いやー、眠い眠い。じゃあ今日はね、何作ろうかな。やば、眠い時はね、コーヒーですよ、コーヒー。あ、お腹も空いたからな、カップラーメンも食べたいな。そうです、今日はカップラーメンをコーヒーで作ります。一石二鳥です。それでは始めます。はい、今日は2つのねカップラーメン用意しました。はい、まあいわゆる王道です、カップヌードルの普通のやつとカレー、まあ、カレーにねコーヒーを隠し味で入れるって方いますから、この2つ試していきます。はい、今日はインスタントコーヒーです。100度にしたいので鍋でグツグツしてます。で、分量はね守ってください。で、これをまず普通のまずカップラーメンに入れていきたいと思います。はい、それでは入れていきます。はい、3分経ちました。いつもより具材がちょっと黒いですね、やっぱり。はい、まず匂いです。匂いはコーヒーの香りあんまりしないです。カップラーメンを買ってます。ではいただきます。あ、意外に美味しい。もう味はカップラーメンが全然勝ってるんですけど、でその奥にコーヒーの苦味があって、そんなにその苦味も、コーヒーの濃さにもよるんです、種類とか濃さにもよるんでしょうけど、あんまり気にならないです。大人のカップヌードルって感じですね。ほろ苦、いや、これ美味しいですよ。これ普通に食べちゃいます。でね、これ食べた後続いてカレーいきます。はい、続いてカレーですね。もう匂いは、もう匂いはもう9割5分カレーの匂いしかしないです、まあ、カレーにねコーヒー隠し味で入れるぐらいですから、きっと美味しいですよ。いただきます。うまい、これはうまい。なんていうんですかね、いつものこのカレー味食べたことあると思いますが、まあ大人から子供まで食べる安いカレーじゃないですか。コーヒーで作るとビターな、まさに大人のカレーのカップヌードル味がしますので、これね一回ね、好きな人はね多分好きだと思うんで試してほしいですね。特にねカレーの方は
本当にこういうカレーあるんじゃないかなっていうぐらいな味になります。皆さんもぜひコーヒーでカップラーメン作ってみてください。